皆さんこんにちは。お忙しい中動画見ていただきありがとうございます。今回は前々回の動画でお話ししてた RS ウイルスに子供がかかっちゃった時のことについてお話ししようかなと思ってます。で、絵的にはずっとこれだと思うので、流し見でももう耳からだけでもいいので、ご興味のある方はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタート。まず私調べなんで、また詳しくはネットとかで調べていただきたいんですけど、RS ウイルス感染症っていうのは2歳までにほぼ100%の子どもが一度は感染すると言われている呼吸器系の感染症みたいで、で初めてかかった時に重症化しやすいって言われてるみたいです。で、私の子どもは入院とかしなくて済んだんですけど、友達とかは入院されてる子もいたみたいですね。で、主な症状としては、発熱、鼻水、咳ですね。で、子供がかかったのが、4月に入院して、2週目ぐらいかな、ちょうどまだ慣らし保育の時だったんですけど、2週目ぐらい、4月の2週目ぐらいに、RS ウイルス、流行りだしてますよみたいな連絡があって、でしばらくしてたら感染拡大してますよっていう連絡が来て、でどんどこね、お友達が朝保育園連れていくたびにお友達がどんどん少なくなっていってて、あれ今日3人しかいないなみたいな感じだったんですね。でその時子供はまだ RSS かかってなかったので、なんかかからないじゃん、強いじゃんとか思ってたんですけど、しっかりもらいまして、はい 全然強くなかった ね、やっぱりもらっちゃいますよね、そらそうだと思うんですけど。でまだ慣らし保育だったので、お昼でお迎えみたいな感じだったので、その日はお昼迎えに行った時にもうすごい熱があって、8度ぐらいかな、8度、9度はまだ出てなかったと思うんですけど、38度台をずっと出てるみたいな感じで保育士さんに言われたので、もうその日のうちに病院に行って、で検査してもらったら、もうバチバチ RS ウイルスの がしっかり出まして。あ、もらいましたねみたいな感じで始まったんですけど、もうそっからずっともう熱ともうぐったり感がすごくて、で鼻水もすごいし、すごい息もしにくそうだったから、もうすごい、呼吸がすごい苦しそうでみたいなほどではなかったんですけど、もうおもちゃで一切遊ばないぐらい、もうぐたってしてる感じで、でちょっと熱も高すぎたんで、39度とか次の日ぐらいからは出たりしたから、解熱剤、座薬もらってたんで、それ使ったりとかして、2回使ったのかな結局。で下げたりとか、でもあまり熱下げすぎるのも良くないみたいで、その熱が上がってるってことは、体の中でウイルスを殺してる、ウイルスをね、っていうことだから、あまり下げすぎないのも違う あんまり下げすぎるのも、熱を下げすぎるのも良くないっていうふうにお医者さんは言ってたんですけど。で、あまりにもちょっと8度5だったかなとか超えて、しんどそうだったら使ってねみたいな感じだったので、2回ほど使ったんですけど、
で、その RS ウイルスになったっていうか、もら熱で出したのが金曜日で、でもうずっと土日もずっと熱だし、でも咳も出始めて、でその次の週1週間はもう保育園お休み っていうのもね、行ってもいいですよみたいな、なんだっけ、許可証みたいなのをもらわないといけない病気だったので、落ち着くまでは、まあ、もちろんお休みしないといけなかったので、次の週1週間はもうお休みしたんですけど、その間に私もかかっちゃって、もう普通にもらっちゃったんですけど、RS ウイルスになった時に、ちょっとネットで調べた時に、大人はもうなんか軽い風邪みたいな感じで済みますよみたいな感じのを読んだんですけど、あ、そうなんだと思って、何もマスクとか対策せずに、普通に抱っこして病院とか行ってたから、ね、ここでちょっとコンコンとか咳した時の吸っちゃったのかな、なんかもらっても全然対策もしてなかったもんだからもらっちゃって、で、子供よりなんか大人の方が後々までしんどかったんじゃないかなっていうような感じで、私も同じように熱、鼻水、咳ですね。で、私の場合、咳がすんごいひどくって、昔風邪ひいた時に、咳喘息みたいになっちゃったことがあって、多分気管支がちょっと弱いんだと思うんですけど、なっちゃったことがあったから、咳がずっと止まらなくって、で病院行ったら、最初RS ウイルスはやっぱりお医者さんも言ってたんですけど、私が病院に行った時はやっぱり大人は軽い風邪みたいな感じで済むから、多分 RS ウイルスじゃなくってコロナなんじゃないかって言われて、その日はそれでお薬もらったんですけど、帰ってきてから検査自分でしたんですけど、コロナとインフルの抗体検査みたいなするやつあるじゃないですか。で、それで検査したんですけど、一応どっちも違うかったんで、やっぱり RS ウイルスだったんだと思うんですけど、で、そのもらったお薬でも完全に治まりきらず、もう一回お薬なくなっちゃったからもう一回行って、で、昔咳喘息みたいなことになったことあるからっていう話をして、またちょっと咳止めとか、吸引するやつとかももらったりとかして、お薬飲んでたんですけど、でも結局咳収まったの1ヶ月は絶対咳してたと思います。1ヶ月1ヶ月半ぐらいもずっと咳してて、もう止まらない。で、なんかしまいにはこのあばらここら辺がすんごい痛くなってきちゃって、折れた？みたいな 咳しすぎてなんか折れることってなんかあるって聞いたこともあったから、でそれでもう一回病院行ってレントゲンとかも撮ってもらったんですけど、折れてはなかったです 折れてはなかったんですけど、でエコーだったかな、エコーでなんかひび入ってるかどうかも見ましょうみたいな感じで言われて、で一本一本ここの肋骨触ってもらって、ひびとかもう骨折してたら、まずその触った時点でもう激痛らしくて、ひびでも激痛らしいんですけど、それはなかったんですよ、一本一本押さえてもらって。だからどうだったのか、でも
多分ちょっとしたひびは入ってると思うよみたいな感じでは言われたんですけど、もうそれはどうしようもできないから、もう自然治癒みたいな感じでですね言われて、で咳止めをちょっと多いめに飲むような形でしてたんですけど、はい。でちょっと話がちょっと前後しちゃうんですけど、その4月にもらって1週間お休みして、でそのだから病気して2週間後にはもう保育園も行けるようになったし、子供ちゃんはねもう咳若干残ってたんですけど、まあそういうもんらしくって、もう熱も下がったし、鼻水ももうその時にはなかったので、本当に咳だけみたいな感じで、もう登園許可は出たので行ってたんですけど、でまあ私も薬飲みながら仕事行ってたんですけど、もう咳がとりあえずひどすぎて、もうほんと大変でした でやっぱり夫もね在宅してくれたりはしたんですけど、やっぱ毎日ちょっと在宅はできなかったりもするので、まあ、私もしんどいながらね、子供39度とか出てて、もうしんどくてぐったりしてる子供の世話で、ミルクはね飲んでくれてたんで、ちょっとそこは安心だったんですけど、ミルクあげたけど、そういうお世話を自分がしんどい時に子供のお世話をするっていうのがめちゃくちゃしんどかったです。大変でしたね。でまあまあもう咳だけ最後残って1ヶ月半ぐらい咳は続いてたんですけど、もうすっきり治りまして、今は 今これ撮ってるの7月中旬なんですけど、もうね3ヶ月とかも経ってるからもう全然ピンピンなんですけど で RS ウイルスはもうそんな感じで始まって、そんな感じで終わりましたっていう感じなんですよね。でそのまだまだ咳が私が残ってる間も、5月は溶連菌とヘルパンギーナと手足口病が流行ったりとか、で私がなんかね一回収まって、なんかちょっとまだ喉、また喉がイガイガするみたいな感じになっちゃった時に、病院でもう一回見てもらったら、喉にすごいプツプツがあるから手足口病かもしれないねみたいな感じで言われたんですけど、結局子供も私もそれは手とか足とかブツブツになったりとかしなかったから、多分違ったのかな、ヘルパンギーナだったのかなみたいな。ちょっとわかんないんですけど、でそれはなくって、なのでそこはかからずに済んで、でまたそうこうしてるうちに6月にアデノウイルスが流行って、でこの夏にやっぱ流行する感染症みたいですね、ヘルパンギーナと手足口病とアデノウイルス。でそれは結局子供はかからなくて、で今も7月なんですけど、今も何も保育園でも流行ってないので、今はいい感じに、みんなお友達も元気に来てるっていう感じです。なんかちょっとダラダラ喋っちゃったんで、ちょっとまとまりのないような動画になっちゃったかもしれないんですけど、そんな感じでした。またわからないこととか、ちょっとご質問もしあればコメント欄に書いていただければ、お返しさせていただこうと思うので、お願いします。はい。ということで、今回はこんな感じで、お話終わりにしようと思います。で、また次回何撮ろうかなって思ってるんですけど、
なんかそうだな、昔の動画で一日の流れみたいな撮ってたことがあるんですけど、またそんなんも撮ってみようかなとか思ったり、もう今はね、捕まり立ちとかハイハイとかすごいので、昔のその感じとはまた動きが 激しさがちょっと違うので、またそういう動画も撮ろうかなって思ってます。なのでまた見に来ていただけると嬉しいです。それでは最後まで動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。